ザ・レーサムは、群馬県安中市安中に広がるゴルフ場である。レーサムゴルフスパリゾートは、新たなゴルフ場建設に向け、株式会社工芸新聞と、悟りグループが、ゴルフ場経営に乗り出したことに始まる。1985年7月、株式会社群馬プレスカントリークラブを、設立、1989年、9月コース増生に、着手。 ゴルフ場の名称は、プレスカントリークラブ、コース設計は、デニス・グリフィス社が行い、1993年5月18日、18ホール規模のゴルフ場が開場された。その後、2003年4月25日、株式会社群馬プレスカントリークラブは、民事再生法の適用を申請したが、株式会社、レイサムの子会社、 株式会社アセットホールディングスに営業場とされ運営している。2008年4月1日、ゴルフ場名がレーサムゴルフスパリゾートに名称変更された。2019年秋頃より開始された大規模リニューアルプロジェクトにより、コースのみならずアプローチエリア、練習場、クラブハウス、ゴルフカート、レストラン、スパ、温泉施設など細部に至るまで一新され、 2021年4月1日、ゴルフ場名が、ザ・レーサムへと、名称変更された。また、日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本プロゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本プロゴルフ選手権大会などの大会開催の、実績がある。郵便番号379-0116群馬県、安中市安中五千八百5853番地鉄道道路。 ありがとうございます。